強い雨がグラウンドを濡らします。横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの21回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さんは現役時代、雨のゲームで特に気をつけていたことはどんなことでしょうか？雨でやっぱり手が滑るんでね、ポケットにロジンを忍ばせて試合に臨んでますよね。そうなんですね。まずはベイスターズの先発、斉藤が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。さあ、初球は何か。最初は変化球できました。ボールになります。これが2球目。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか？まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。低めに外れてボール。低め外れました。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入りました。ホームラン。先制ホームランです。ジャイアンツ、これで3試合連続のホームラン。ベイスターズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。そしてベンチではチームメートがこのポーズ、盛り上がっています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミングが合ってましたからね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターボックス、ビアヌエバ。ここのところ当たりが出ていません。ベイスターズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。初球打ち、ワンバウンド、ヒットになりました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。打順は4番、坂本。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ストライクです。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。打ちました。打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターは5番、岡本。今シーズンここまでホームランは26本。現在のホームラン数はリーグ3位となっています。ジャイアンツ、この回先制のソロホームランが飛び出しています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。
さてこの岡本どういったタイプのバッターでしょうか。まあ一発長打が期待できる貴重な和製大砲の一人ですね。そうですか。高めのボール打ちました。センターに上がった。ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ。桑原が掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ先手を取るソロホームランが出ました。1対0ジャイアンツ先制です。里崎さん、初回の攻撃特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、1番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の山口。これから注目の立ち上がりになります。梶谷が打席に入ります。ここのところ当たりが出ていません。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。大きく変化します。得意のボールでストライクを取りました。誘ってきましたね。はい、高めストレート外れてボール。高めストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。ショートうまくさばいてアウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている桑原。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは山口。ここまで12勝をマークしています。里崎さん、それにしても波に乗ってますよね。そうですね、まあ安定感ありますよね。チームにもいい影響出てるんじゃないですかね。なるほど。さあ今日も安定したピッチングを披露できるか。ファウルになります。低め見送っています。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターは3番宮崎。前回のゲームでマルチアンダーを記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。初球ボール。ちょっと手が出ないところですよね。はい、低めのストレートストライク。149キロ。外に決まりました。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。アウトコース打ちました。坂本が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって1対0。1点リードはジャイアンツです。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは6番楊大寛。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。ベイスターズの先発は斉藤。昨シーズンは未勝利に終わっています。前回の登板は8回3分の1を投げて自責点に、勝敗はつきませんでした。
まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。次が3球目、高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。痛烈、これはどうだ、破りました、センター前。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは7番に入っているゲレーロ。前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、この当たりはどうか、ライン際に打球が飛んでいる、レフト線破りました。ベイスターズピンチになりました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあチャンスに非常に強いバッターが相手ですから、リードには十分気をつけたいですね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。ここはゴロを出したいですよね。2球目打ちました、滑り込んだ、ナイスプレーです。いや抜けていればもちろんタイムリーというところでしたが、よく守っています。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。さあ打席には先発の山口が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。送ります、これはファウル。いいボールでしたよね。簡単にバンドはさせないぞっていうようなね、投球でしたね。そうですね、バントしました。スリーバント失敗、送りバント失敗。さあそしてバッターボックスには吉川が入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナー、二塁タッチもセーフ。変化球でまず空振りです。バッターの吉川、今シーズンの得点圏打率は2割5分3厘となっています。外の低め見極めます。このピンチ見事三振を奪いました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。1対0ジャイアンツが1点をリードしています。2回裏に入ります。さあベイスターズこの回は4番から始まります。バッターはロペス、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。打ちました、取りました、1塁そのまま入ってアウト。打席には5番バッター楠本、今シーズンここまで7つの盗塁を決めています。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは山口、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか、西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。改めてお聞きします、バッターボックスの楠本、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ走力が売りのバッターですね。ああそうですか。3球目は何で来るか、空振りになります。ワンボールツーストライク、
4球目。低め見送っています。打ちました。ヒットになった。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。バッターは伊藤。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ベイスターズ同点のランナーが出ています。初球手を出してきません。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。まあ、キャッチャー送球がうまいですから、ランナーは気をつけないといけませんね。ああそうですね。さあ勝負してくるのか。打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ライト掴んで2アウト。バッターは7番に入っている大和。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。2アウトになっています。まず何を投げてくるか。初球ボール。落とすボールで空振りを取りました。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやーこれは残念でしたね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回終わって1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。こちらが先ほどの配球になります。初球は何から入ってくるか。インサイド落ちました。さあどうだ。ライトが取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。さあ2球目は何か。アウトロー外れます。インサイド、ここはフライになっています。センターが取りました。2アウトです。打席には4番バッター坂本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。2アウトになっています。スライダー外れます。インコースボール。低めは外れました。
このカウントは狙ってくるバッターいますから甘くならないようにしたいですね。なるほど、そうですか。さあこれで決まるのか。三振を取りました。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか、どうですか。いやいや、まだね、序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。インサイド見送っています。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁に同点のランナーを置いています。バッターは戸柱。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあランナーをどう生かしていく。打ちました。坂本セカンド送球、2塁アウト、1塁送球アウト、ダブルプレー。次はピッチャーの打順ですが、先発の斉藤がバッターボックスに入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。さあまず1球目、インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。次が2球目、タイミングを取らせません。あっという間に2ストライクです。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。3回終わって1対0、1点リードはジャイアンツです。回は4回の表、ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには5番岡本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、中盤1点差ですからしっかり抑えていきたいですよね。そうですね、この辺りからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはバッターがフルスイングしてくるカウントですね。はい。さあ4球目は何か。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。伊藤抑えてワンアウト。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。今のは判断が良かったですね。ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いやー、こういうプレーは士気が上がりますよね。バッターボックス、楊大寛。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました。これはセンターに抜けました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。まあ完璧に捉えられてますからね。打順は7番ゲレーロ。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。
ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、高め打ちました。掴んで2アウトです。バッターボックスは8番住谷。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。初球打ち、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。1対0ジャイアンツが1点をリードしています。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは梶谷。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね、この回でしょうね。そうですね。ファウルになります。アウトコースへ決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。打ちました、取った、一塁へ、アウト、ワンアウトです。2番バッター桑原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決まっています。まあ、こういう足のあるバッターが出塁してなんとか突破口を開いてほしいところです。引っ張った、打球はレフトへ、ゲレーロが掴んで2アウト。打席には3番バッター宮崎、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。高めの球ストライクになります。149キロ。アウトコース打ちました。これはショートライナー。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって1対0、1点リードはジャイアンツです。初球ボール、低めに来ました。アウトコース外れます。体に近いところ、スライダー決まっています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター吉川、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが斉藤、そしてジャイアンツが山口、この2人の投げ合いとなっています。2番バッター丸、今日はホームランを放っています。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。初球打ち、この打球はフライになっています。
取ってツーアウトです。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスにはビアヌエバ、そして塁上には吉川。まあ盗塁もあり得るんで注意しておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。イッサン、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですがいかがですか。まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね、修正整理できるんでしょうか。あそこに決められたらお手上げですね。インローのストレート、力のあるボールです。152キロ。3球目外れました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を。インサイド、センターへ抜ける、一気にセンターへ。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー一塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。5番バッター楠本、前の打席はジャストミートでしたよね。今日はバットが振れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。ベイスターズ同点のランナーが出ています。送ります。ファウルです。特に難しいボールでもなかったですから、しっかり決めないといけませんね。そうですね。ここは併殺だけは避けたい。バッター、一、二塁間を破る。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、そして打席には伊藤が入っています。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。まあ、ここでちゃんと同点にしておきたいです。バントしました。左方向へ転がした。ピッチャー取った。三塁アウト。決めることはできませんでした。ランナーは変わらず二塁一塁です。まずはアウトコース。この打席、ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。バッターボックスの大和、今シーズン得点圏での打率は3割1分3厘となっています。いやー、勝負強いバッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。これが3球目。このストレートは外れています。さあ勝負してくるのか。低め、これは外れた。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。最後は際どいコースに決まりました。ランナーそのままです。ランナー二塁一塁は変わりません。いいコースですが外れています。2球目は何で来るか。いいところに決めましたね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。
さあ3球目は何か。外高め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。さあ勝負してくるのか。外のボール球打っていった。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ここは綺麗に流していきました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあバッターボックスには先発の斉藤が入っています。ここは代打で点を取りに行ってもいい場面ですけど、ベンチとしては続投を優先したようですね。そうですね。さあ一打逆転という場面を迎えています。ストレート打った。ショートの左掴んだ。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。逆転のチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。5回終わって1対0、1点リードはジャイアンツです。ここまでのハイライトです。まずは初回、ワンアウトランナーなしから2番丸ホームラン。ベイスターズこの一発で先手を取られます。5回の裏、満塁のチャンス。しかし内野ゴロに打ち取られます。逆転のチャンスを逃します。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は4番坂本。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ベイスターズ1点ビハインドで迎える6回です。外を狙っていきました。次が3球目。スライダー外れます。落としました。外れます。インコース決めてきた。フルカウントです。アウトコース打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、そうですか。ファウルになります。これが2球目。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。ボールになります。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい。インコースわずかに外れてボール。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは6番楊大寛。今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ツーアウトになっています。初球打ち、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー二塁。
甘い球を狙われました。ツーベースヒットとされています。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあここで点が入ると流れが悪くなるかもしれませんから、バッテリーが落ち着いて対処したいですね。うん、そうですよね。まあバッターは典型的なプロヒッターですから、そこを逆手に取ったリードが有効でしょうね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。センターへ持っていった、ぐんぐん伸びる、掴んで3アウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。1対0、ジャイアンツが1点をリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。梶谷がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ベイスターズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。梶谷、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ一塁には同点のランナー、バッターは桑原、そして一塁ランナーは梶谷。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。バントしました。ファウルになりました。こういうバントはきっちり決めたいですね。高めのボール、ここはフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスには3番宮崎、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったです。打ちました。取った。二塁送球、セカンドホースアウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。もうちょっと慎重に行ってもらいたいですよね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6回終わって1対0、1点リードはジャイアンツです。里崎さん、ここは7回も続投、我慢のピッチングが続いてますね。まあやっぱりベンチも期待してるということじゃないですかね。なんとかこのイニングを投げてもらいたいと思ってるはずですよね。はい、ピッチャー投げ切ることができるんでしょうか。さあ2球目は何か。変化球が低めに外れます。3球目は何で来るか。スライダー決まってストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インコース打ちました。いい当たり、大きな打球になった。レフト深いところを破っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。住谷、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られました。まあこれはいいバッティングされましたね。
さあここでジャイアンツ代走を送ります。山本がセカンドランナーに入ります。さあ打席には先発の山口が入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうです。送ってきた。これはファウルボール。里崎さん、ここは送ってくるんでしょうか。まあそうですね、十分考えられますけど、守備の方も警戒してるでしょうから簡単ではないですよね。ああそうですよね。ここはバントしづらいボールを要求しておきたいですね。送りバントだ。あっとフライになった。掴んでアウト。決めることはできませんでした。ワンアウトだ。バッターボックスには代打の中島。さあここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。これが1球目。初球はストレート決まっています。絶妙のコントロールを見せます。ここはあっという間に追い込んでいます。この球は外れました。でしたよね。振ってきません。外れています。ストレート打っていった。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。レフトの前でワンバウンド。セカンドランナーホームイン。ジャイアンツ追加点を挙げました。2対0になりました。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。この場面代打にタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。こういう状況であればもう少しリードを広げたいですね。終盤で大きな追加点を奪われました。ベイスターズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の田中。さあマウンドを任されたのは田中。今シーズン27試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応えるピッチングを見せてほしいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。初球打ち、ファールグラウンドへのフライです。戸柱が掴んで2アウト。3番バッタービアヌエバ、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。引っ張った。さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。2アウト2塁1塁。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ追加点は許したくないところ。これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですよね。バッターの坂本、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで2厘となっています。里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか。まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。これもアウトコース、ボールになります。さあ5球目は何か。このボールは外れてフォアボール。これで2アウト満塁、ピンチを迎えます。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、バッターボックスは5番岡本。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ2点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。
次が2球目。この球は見送ります。ストライクを取ってこれで追い込んだ。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回ジャイアンツ1点を追加しています。2対0、ジャイアンツのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。7回の裏、ジャイアンツに選手の交代がありました。ただいまの回に代打いたしました中島。西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。まあとにかくね、ボール球に手を出さないようにして。打ちました、山本、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには代打の筒香。さあバッターは筒香。ここで安打が出ればシーズン200本安打に達成します。西さん、いよいよあと1本ということになりました。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ200本安打を決められるか。これが初球、初球打ち、これはどうだ、セカンドの左抜ける、これが今シーズン200本目のヒット、ワンアウトランナー1塁です。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、これはおっと取った、二塁送球アウト、スタンドのファンからも歓声が届きます。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。もうちょっと慎重に行ってもらいたいですよね。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。7回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。ゲームは8回に入ります。ジャイアンツの攻撃、打席には6番バッター楊大寛。今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止めることはできるでしょうか。ベイスターズビハインドで迎える8回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。まあもう後がなくなってきてますからね、ゼロを並べていかないといけませんね。そうですよね、一球一打に集中してほしいと思います。見送っています。ワンボールツーストライクです。見送ります。次が5球目、高め打ちました、打ち上げた、キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターボックスには7番ゲレーロ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。バッターはダイソーから起用されている山本。デッドボールのランナーが出ています。最初は変化球できました。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。
打ちました。大和、二塁を送ります。二塁アウト、一塁転送はアウト。ダブルプレー、先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2対0、ジャイアンツがリードしています。8回の裏に入りました。7番から始まるベイスターズの攻撃、バッターは大和。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。ベイスターズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。インサイド落ちました。これはどうだ。取りました。アウト、ワンアウト。バッターボックス戸柱、さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。セカンドが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の佐野。ツーアウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。初球大きな変化球、低めの球、ノーボールツーストライク。アウトコースは外れます。さあ勝負してくるのか。高めに外れます。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。さあマウンド上ご覧ください、記念の花束が贈呈されます。まあこれが一つの成果ですからね、嬉しいでしょうね。はい、これからも新たな記録に挑戦していくんでしょう。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって2対0、ジャイアンツがリードしています。これから9回、ジャイアンツの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号17、三島がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。9回の表、ジャイアンツの攻撃は9番ピッチャー山口。初球見送っています。ボールになります。スライダー外れます。ボールになります。
インコース決まりました。スリーボールツーストライク。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは守備交代から起用されている小林。ワンアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。インコース決まった。打ちました。取りました。一塁送球。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番丸。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。初球甘いコース、バットが出ませんでした。高め外れました。変化球を振らせました。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど。さあどう来るか。打った。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。桑原が抑えて3アウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2対0、ジャイアンツがリードしています。9回の裏、ジャイアンツが守りを固めます。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いや本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。2球目は何で来るか。アウトコース空振り。さてバッターの梶谷、どういうバッターなんでしょうか。まあ、目の覚め。打ちました。取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックス桑原、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、これはどうか。ボールを拾って桑原、ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番宮崎。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。西さん、何か仕掛けてきますかね。まあそうですね、思い切ってね、エンドランなんかでもいいですよね。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これはどうだ。三遊間抜ける。宮崎ヒットが出ます。
ワンアウトランナー二塁一塁。さあベイスターズ、重要な場面を迎えています。一発の魅力があるバッターですから、一気にサヨナラもあるかもしれませんね。なるほど、そうですね。まあさらにこういった場面には強い印象なので期待していいんじゃないですかね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。二塁牽制、タッチもセーフ。これが2球目。レフトに持っていった、大きな打球だ。サヨナラロペス、これぞ4番の一振り。今シーズン第19号の逆転サヨナラスリーランホームラン。これがチーム10本目のヒットとなるホームラン。4番の仕事を見事に果たしてくれました。ホームベース上でもみくちゃです。DeNA ベイスターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、やはりホームランでのサヨナラは大いに盛り上がりますね。いや本当ですね、素晴らしい最後でした。いいバッティングでしたね。いや素晴らしいゲームでした。勝った DeNA ベイスターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のジャイアンツですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはDeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。お帰りの際にはどちら様もお年物お忘れ物の